午後3時を回りました。おやつの時間ということになりますね。たまに車内に誰でも食べていいよおやつコーナーがあるんですよ。まあ、だいたい飴が置いてあって、のど飴だったりちょっとミルク飴だったり、休憩中に食べる方が多いんですけれども、今日はドーナツが置いてあったんですよ。で、遠くから見てドーナツだと思って、私普段番組前にあんまり物を食べないんですけれども、今日は時間があるからちょっと食べちゃおうかなと思ってドーナツに向かってずんずん歩いていったんですよ。ドーナツと思って、ただ周りの方がいらしたので、もう一直線にドーナツに行くとちょっと恥ずかしいじゃないですかうわあの人お腹空いてるんだなって思われるのも恥ずかしいしと思って、一旦コーヒーコーナーに行ったんですよ。でコーヒー入れて、よしもうこれでドーナツへの備えは完璧だと思って、もう一回ドーナツコーナー行くじゃないですか。おせんべいだったんですよ全然ドーナツじゃないと思って、ここ包装の遠くから見るとですよ、茶色い丸いものってドーナツだと思うじゃないですか。おせんべいなんですよ。私も手にコーヒー持ってるんで、いやこれはおせんべいじゃないよなと思って、コーヒーとおせんべいって合いますか私はどうしてもね、どうやってもその2つを合わせることができなかったので、結局コーヒーいただいて、まあ、ミルクっぽい飴を選んで満足したんですけれども、あの時の高揚した気持ち、いやーちょっとショックでしたね。自分が悪いことには間違いないんですけれども悔しかったし、なんか恥ずかしかったし、いろんな気持ちが入り混じりました。ただすごい涼しい顔してコーヒーだけ飲んで戻ってきました。それでは皆さん、この後も素敵な夜をお過ごしください。ほらすごくないですか。あ、もくもく、あーです。あーなんで、あーなんでなんで